バッチリですよ多分、あのねイメージはつかめてます。あのね何がすごいって、うん、ブラシ滑ってる時さ、はい、シャーって音するじゃん、はい、それよりもキャシーのうわーっていう声の方がでかい。難しいですね、うん、多分ねもっと多分 声が足りないと思う。ちょっとまだビビってるところありますよね、うん、だからその もっと声出して日頃の、ね、ストレスを発散する感じで。え、なんかこう滑る上でのアドバイスではなく、うん、今回あのハーフエイティ、そうですね、うん、ハーフエイティ回ったから多分次来たらワンエイティで、そうですね、うん、一歩ずつ着実にですよね、うん、飛び級しちゃいけない、そうね、まずはね、はい、90度でしっかり止まる、そうですね、スピンの時も90度でしっかり止まるっていう練習をねしていかないと、うん、そんな練習するんですか。する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 。俺の時代はしたよ。じゃあもうわかります。俺の時代は90度、180度、270度、360度って90度ずつ増やしてた。今だかって飛んでストップしてる人見たことない。だから若いんで、若い世代なんで。俺たちの時代は90度、180度、270度なるほどって練習してた。わかりました。270度いったらパンですね。そうです、270度でスーって着た着たって。そうだ、私 そこ目指したいですね。やっぱ昔の文化を広げる、うん、古き良き時代を、そうですね、古き良き時代をやっぱ担っていかないといけないあれだと思うんで頑張ります。古き良き体してるから。古き良きからってやなくないですか。なんか古ぼけてません。あれちょっと目が古ぼけて、一応ニューモデルだから。ニューモデルなんで型落ちじゃないんで。そこんとこお願いします。あのね、ワンエイティやろうと頑張ってたけど、ちょっと見てるのが楽しいことが分かりました。あの飛ぶやつには飛びやすいわ。飛びやすい。でもちゃんと次からはあのね、ナインティからワンエイティになれるように頑張ります。でも楽しいですね。すごいね。あのほら、ブラシがさ、ね。すごい滑りやすくなったもんね。上手い人たちがこんだけできるぜって言われても、あんなこっちゃの、お前たち前からだ、はい、前からできるんだ。でも私もできる、うん、そう。そういうことですか。そういうことですよ。ね、初めてキャシーがね滑れると、ね、世の中にキャシーが滑れるんだということをきっかけに、あ、俺でも私でもいけるかもしれないっていうことで、わかった今日の趣旨。今日の趣旨は、私みんなで行こうっていうのしか聞いてない。どんだけ下手くそでも、あのキャシーがいけるんだから、あのキャシーが滑れる、あのキャシーがミドルいけるんだね。じゃあまんまとですね、うん、じゃあ俺もいけるだろう、じゃあ私もいけるだろうね。まんまとですよ、うん、いや、よかったよ。ね、次からこれでお客さん呼べる。これね、みんなミドル挑戦できますね。あ、ミドルいけるんだ、はい、6年間、いや、7年間成長しなくても。
ブラシいけるんだと。ブラシいけるんだ、下手くそでもいけるんだぞと。いやーいいですね、やっぱみんなね、みんなでいけるようになるっていうのがいいですね。ブラシの友達怖くない。あの飛んだ瞬間がすごいんですよね、ファーンって。そうだ。飛ぶ瞬間の手前から飛んだ瞬間にかけて、うわぁかっこよくなっちゃうんですよ。かっこよくなっちゃうんだ、あのキャシーがかっこよくなってしまった。オブセクエストをきっかけに、うん、恐ろしい。私を変える場所、オブセクエスト。やっぱね、挑むことが生きがいなんで、どんどん挑んでいかないと、私が寂れてしまうと思う。寂れてしまう。挑んでいかないとね、ちょっと寂れちゃうから。ブラシは友達、クエストは私を変える場所。かっこいい。12月からゴールデンウィークまで営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ、ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ライター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ、スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。めっちゃ下からアングル。